だからできるけどね別にね。でもスタントやってる人がいるとこだとちょっと、うん、全然あれ関係ないって思った。なんか忘れた。ダイヤモンドまだ。もう一発目じゃ前に。でもなんだか妖精のな妖精あれが全然。2メーターの箱なんていつですか、ね、あ、そうなんですか。あ、うん、じゃあ別にいいかな、うん、1個にしよっかな。でもう1個は山の上しかないんだね。
あれもこれと同じ大きさだよ。セルフエコブすごい飛んでる。いいね、そう思ってた。誰の影響だ。西田さんの影響で。もう信じられないよな。出さないで。出さないでもね、多分ね、当たる。この目の前じゃないと無理だもんね。僕当てちゃうぞ。西川さん出す。ここもあれだね。あ、ダメ？うわ、厳しそう。先見えないんだよ。で俺先にいたの、西田さん後から期待持ってさ、ガサガサ来てさ、そのまんまなんて言うもんだから落としてんだよね、ヒューヒューで、ね、つったら垂直に振ったもんね。あ、来てくれなくてね。そう、上と暖かいの。でも結構これぐらいあったら大丈夫だよね。Thank you.
池さんが、あの、吉池さんっていう人に、イーグルね、あれ、イーグルってどこのメーカーだっけ、なんか、X21 と同じ？同じ。X21 ってどこのメーカー？イーグルのメーカー。あ、結構有名な機体もあるんだよね。うん、やっぱ今はエボリューション？うん。これはね、グラスはね、張らなかったよね。メイさん、えらい調子いいに。今、少し、埋めて、あの、マイクロフロントエポキシー混ぜたのを埋めて、それで、あの、下から、あの、打ち当てして、ガラスを打ち当てして、だから 1.2か1.5mm ぐらいを、あ、じゃあ、あの、気をつけてないってことは、うん、それだけは。